はい、というわけでこの日は初めてデカ盛り丼を作るということで、甲府市にあるおしゃれなキッチンスタジオハレバレさんへお伺いさせていただきました。どんなデカ盛り丼ができたのかこの後ご覧ください。ちなみにこの日の撮影は同じ山梨在住で新世代大食い女王である有野まんまさんとコラボ撮影をさせていただきました。食べている様子や作っている様子は有野まんまさんが公開されている動画の方が詳しく映っているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけでこの日のスタジオです。めっちゃくちゃ綺麗でテンション上がりました。ちなみに初めてガスを使いました。はい、まずはネギを丸々1本使用して白髪ネギを作っていきました。なんとね、4キロのデカ盛り丼を作るということで、材料もたくさん使用しました。白髪ネギってのせるだけで食材が映えますし、とってもおすすめです。水にしばらくさらして辛みを取っておきます。続いては鶏胸肉。いつも通り皮を取ります。フォークで刺すと繊維がつけられて柔らかくなるんで、あんまり置いておく時間がない場合は結構フォークで刺しちゃいますね。という豆知識をドヤ顔で言った後に、鶏胸肉をすべて一口大のサイズにカットしていきます。ちなみにこの日は揚げないヤンニョムチキンと揚げない鶏の唐揚げを作りました。個人的に僕が好きなレシピの一つです。揚げないのでとってもヘルシーですし、鶏胸肉を使用しているのでとっても高タンパクです。レシピは概要欄に載せておきます。はい、ということで卵そぼろ用の卵を溶いています。大量すぎていけるかな、これそぼろになるかなっていうところなんですけれども、これ混ぜ方ですか、そぼろっていうのは細かく。そうですね、ただ混ぜるだけの、うん、6個です。6個、すごいですね、量が。こんなの作ったことないから、こんな分量本当に。これはそうだ、もう一気にならない。でもあと根気強くもう混ぜていくだけなんで、これ、うんうん、あれつかないのか、空気の問題。長押しですよ、長押し。ガス使ったことがない。材料は何が入ってますか。いきます。こんなに大量の部屋だったな。すごいですね。やば。いやもうこれデカ盛り作るって一生に一回ぐらいな感じのレベルかもしれないですよ。いやそうですよ、本当に何人かのそれか誰かに作ってあげるとかそういう時じゃない、うんうんうん、作れなそうですもんね。この火の加減が難しそう。またそうなんですよ、焦り初心者なんで。これが小泉さんのヤンニョムチキンか。あとは広げて、匂いを届けたい、皆さん。どうしたらそんなに身長伸びるんですか。よく食べてよく寝る。家もあるかもしれないですね、やっぱり。この日の撮影はこんな感じで終始有野まんまさんにたくさん手伝ってもらいました。基本食べている動画ばかりなので、こうやって有野まんまさんが作っている動画って珍しいかもしれないですね。いやー本当に手伝わせてしまって申し訳ないと思っていました。これが結構出てて、まあそのギャル曽根さんが一番多分タイトル。いやーどこで食べよう、本当に迷ってきた。その方がキャベツ敷いてるのが一番いいな。そしてヤンニョムチキンが終わったので、今度は揚げない鶏の唐揚げ。量が多いので何回にも分けました。ちなみに漬け込んでいたものはこんな感じ。本当はヤンニョムチキンは漬け込まないです。
はい、そして盛り付け映像です。半分にヤンニョムチキン、半分に唐揚げ、周りに卵そぼろを敷き詰めることで彩りもとってもいい感じになりました。卵そぼろで味変をすることもできるので飽きずに食べることができたのではないかなというふうに思います。僕の SNS フォローされている方だったら結構このヤンニョムチキン作ってくれたことある方多いかもしれないんですけれども、本当に美味しいのにとってもヘルシーなのでぜひ作ってみてください。完成動画がこんな感じです。大きさ伝わらないかもしれないんですけれども、重量なんと4キロ、だいたい15人前ぐらいの量があります。はい、ちょっと食べかけなんですけれども、これと比較すると分かりやすいかもしれませんね。すごく大きいですよね。ちなみにありのまんまさん、このデカ盛り丼なんと 3,40 分で完食していました。いやー、見てるこっちがお腹いっぱいになる感覚っていうのを初めて分かった気がします。実はこの時隣で小さいお茶碗にこちらのミニサイズのものを用意して僕も食べていたのですが、なんと同じぐらいの時間に食べ終わっていました。大食い女王さすがですし、恐るべしという感じですね。こちらはデカ盛り丼の写真になります。こちらが僕が食べた可愛いサイズのものです。初めてのガスを使っての料理でとっても勉強になりました。ありのまんまさん、ありがとうございました。皆さん詳しい動画はぜひありのまんまさんの動画でご覧ください。